小泉君ってさ、ゴジラってこれまで見てます？実はね、僕がフルで見たことがあるゴジラは、シン・ゴジラだけなんです。あ、なるほど。だから、なるほシど。ン・ゴジラが初ゴジラ体験。初ゴジラ。じゃあ、より普通の人ですよそうなんですよね。だから、これはセカンドゴジラ体験です。ゴジラマイナス1というのは。なんか、それ以前のいろんな、結構僕の年代でも、ゴジラファンはいて、あれが良かった、あれが良かったみたいなことを結構言う人はいるんですけど、なんか僕は特に触手がこれまで動いてなかったんですね。僕の場合はだから最初のゴジラシリーズも最後のメカゴジラの逆襲の時はまだ見てなくて、で1984年のこのリメイクされたゴジラがちょうど小学校6年生ぐらいなので、これから見始めていて、これなんかソ連が出るやつでしソ連が出るやつ、ソ連の地上攻撃型核衛星とか出てくるやつで、そこから一通りそのゴジラ対ビオランテやらゴジラ対キングギドラやらぐらい見たとこ、あ、ごめんなさい、見たところで、どうしました。一回ちょっとこうテイストが違うなと思って見なくなってる時期があって、後付けで見てるのあるんですけど、ごめんなさい。ただ東宝の特撮映画は結構見てるんですよ。その大学生の頃に池袋の名画座でこうダメだ。全部やったことがあって、全部、そう、東宝の特撮全部載せみたい全部載せみたいな、そのすご透い明な人間とか美女と液体人間とかそういうのを含めてですね。すごいな。で、それ通って見てた。だから特撮大好きなんですよ。で、本題に戻すと、このゴジラマイナスワンは、非常にこう安心して見れる怪獣映画だって、なんていうか、こう怪獣映画のエッセンスがこう、完全にもうてんこ盛りになっているので、雑念なく見られる 雑念なく見られる怪獣映画だっていうのが私のあれでしたかじゃあ、ね。極めて高評価。こう極めて高評価。そう。なんか、結構始まる前にツイッター上とかで、なんかちょっとこの監督的に不安みたいなこととか、なんかいろいろとあまり前評判の期待が高くなかった感じがする。確かに。何しろタイトルがマイナスワンでしょ。マイナスワンですいや、もんこれね。もうゴジラのコメディじゃないかっていう不安を持ちながら、でもさすがに戦後直後の場面でコメディは作品として持たないだろうと思いながら、ものすごい不安でしたよね。だから冒頭でその冷戦が爆弾抱えた冷戦が止まっていく場面で、あ、これ真面目な映画なんだな、どう思うっていうふうに思えたっていうところがありましたかね。本当さっきちょっと不安視の声っていうのもあったじゃないですか。僕も正直言ってちょっと厳しいんじゃないのっていうか、要するにぬるいゴジラを見せるんじゃないかっていうね、みんなは喜ぶかもしれないけどオタクは喜ばないゴジラになっちゃうんじゃないかっていうふうに思ってたら、やっぱ一般の人もはすごい喜ぶけど、オタクはもっと喜ぶゴジラになってるっていうところが実にこう感動したというか素晴らしいというかですね。普通に面白かったですよいね、や、むっちゃ面白かったっていうか、やっぱり映画としてすごいきちっと成立してるし、山崎監督のやっぱり僕は最高傑作やなと思いますね、正直。ほら、シン・ゴジラがやっぱり余計なうだうだした人間ドラマとか恋愛感情とかを入れなかったところがとてもオタクたちは評価したわけですか。で、今回はでもその真逆を言ったわけですよね。あえてその非常に複雑な家族のドラマというものを中心に据えて、でもなんかその家族ドラマ自体もなんかとても良かったし、でもなんか怪獣映画としてもとても面白く、兵器オタクとしても楽しめるという いや、なかなかこれはね、高度なバランスを取ったなっていう感じ。気がしますね。なんていうのか、山崎監督って宇宙戦艦ヤマトもやってるし、その永遠のゼロもやってる。やっぱ特攻の問題っていうのをずっとこう描くっていうのをやってきて、やっぱりそこでまた今回逃げずにっていうか、しかもその自分なりのこうなんていうのかな、乗り越えみたいなもの、乗り越えみたいなものを出してきたっていうのがね、それがフィクションの世界ですから、また現実までは距離があるんだけど、やっぱなんていうか、ちょっと重い話になっちゃうかもしれないけど、なんていうか、やっぱり同胞を特攻まで、半ば命令というかですね、お願いした時点で行ってよっていう時点で、やっぱりすごい負い目を持つわけじゃないですか、やっぱり持ってる僕らは、やっぱりみんな。やっぱその負い目の感覚っていうものと、それでも負けちゃって、しかもどうしようもない仕方で負けちゃったっていうことへの、やっぱトラウマっていうのがすごくあって、当時の批評の中でね、その
戦後の解放の明るさみたいなのを描いてないっていう風な声もあったけど、うん、やっぱりその一方でやっぱ戦争をああいう風にずっと引きずってる人っていうのも必ずいたし、うん、それはその明るさを感じた人の中でもやっぱり幾ばくかはあったと思うんですよ。やっぱそういうところをこう捕まえて、しかもゴジラって言ってやっぱり1954年のゴジラもやっぱりその戦争の影ってすごくて、あのやっぱりその芹沢博士もやっぱりその戦争の終わらせられなかった人ですよね、うん、でそれで最後ゴジラと心中しちゃう人、うん、だから前回のゴジラっていうのはそういう悲劇だったんだけど、やっぱりその戦争を終わらせるっていうのをやっぱり生きて終わらせるんだっていうのに対して、やっぱりその第一作のゴジラに対しても実に見事な変化になってるっていうところがあって、やっぱねゴジラ映画でもやっぱりこうこうしてみると、こう庵野監督の新ゴジラはものすごかったけど、やっぱりあれは高橋さんのおっしゃる通り変化球やなっていうか、あ、そうだと思いますよ、うん、やっぱりその王道中の、うんうん、王道、確かにその1950年のゴジラからずっと来て、うん、やっぱりそのゴジラのドラマってやっぱりその一般人を描くっていうのがあったわけじゃないですか、うん、ずっと、はいはい、時々こうなんで描いてんだろうって分かんなくなったりとか、こう中途半端になったりしつつも、やっぱりその人間ドラマとゴジラを対比するっていうところ で原点に回帰して、しかもその主人公とゴジラが直接対決するっていうのも、うん、これ一作目以来あんまりなかったんじゃないかな。あ、そうかもしれないですね、うんうんというふうなね、やっぱそういう意味でやっぱ一作目のゴジラを研究し尽くして、うん、しかもそのエンターテインメントとしてもすごくて、家族ドラマとしてもすごくて、しかもオタクを喜ばせるっていうもうあのちょっと今回はもうはっきり言って絶賛以外の何者もちょっと思いつかないって、すいません、ちょっといや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 、やっぱそれだけのこう熱をね、あの込めて語るべき映画と思います。いや本当に、なんかね結構ね、あのなんかリアルじゃないとかいう人もいるらしいんですけど、いや、 やっぱちょっとそれはこんだけのものを見せてもらっててっていう、ね、だからそう、うん、創作だという前提で言えば細かいところは突っ込むところはいくらでもあるんですけど、うんうんうん、まあ、うん、物語としての完成度が高いので、うん、それは許せるっていうのは私は思いますけどね。いや、まあまあ、リアルかどうかで言えばゴジラはいないんですよ。そもそも論として、ね、ゴジラをこうメカニズムというか生き物としてリアルに描いちゃうと怖くなくなっていくんですよね。うん、あ、確かに、ほら、うん、リングがだんだん怖くなくなっていくみたいな感じ。その科学で探求していくと、得体の知れない怖さが消えていくんですよ。あ、そうですね、確かに。だからその意味で、だからその1947年って時間だと、うんうん、ゴジラが何かっていうことを科学的に探求することもないんで、そこが何だろう、ゴジラという魔物であり続けているっていうのもあると思うんですよね。だからこれがその甲殻バクテリアがどうのとか、あの元素転換システムがどうのとかって言われると、なんかもうなんか変にリアルに描いてるがゆえに、違う世界になっていくって感じがする、うんうん、あれですよね、うん、J.P. ホーガンの星を継ぐものシリーズがどんどんつまんなくなってきましたみたいな。だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると思う。